ドジャース3、7ダイヤモンドバックス、21日、ロサンゼルス。ドジャース大谷翔平選手が今季12個目の盗塁となる3等を決めた際、ユニホームのズボンが破れるハプニングが起こった。動画、大谷翔平またユニホームが破れちゃった。滑り込んだ際に黒のインナーが覗く、4回先頭の第2打席で左翼戦へ2塁打を放って出塁した大谷。その後、 スススミスの2球目に3塁へスタートを切ったこのスチールが敵室を誘って一気にホームへただ3塁へ滑り込んだ際にズボンの膝部分が破れ黒いインナー部分がのぞいていたさらに破れたユニホームで出場を続け6回の第3打席では右前にタイムリーを放ったその後鮮やかに二刀を決め今季3度目のマルチ盗塁とした大谷 ただユニフォームの左膝部分はさらにばっくりと破れ、損傷が激しくなった。過去にもユニフォームのズボンが破れたケースがあった大谷。今期から導入された新素材のユニフォームは生地が薄く透けてしまうなどの声が相次ぎ、選手会が MLB に懸念を伝えるなど問題となっていた。ユニフォームはナイキ社がデザインし、ファナティクス社が製造。 従来より軽量で伸縮性や通気性が向上したとされる。だがフィリーズのターナーはキャンプ中に、みんな嫌がっている。以前のものが好きだったと語っていた。8回の第4打席では新しいものに交換して打席に立った大谷。右肘に倒れ、反撃の炎を再び燃え上がらせることができず、チームは4連勝でストップした。